ドリーマーの皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕トライモンです。本日はついについにやってまいりました。トライモン的には過去一の天才的な編成だと思っております。トライモン負けました、この編成ということでお届けしてまいります。とその前にスペシャルな告知です。はい、本日までですね、東京ゲームショー2023へのダークテイルズ出展を記念して、現在スペシャルキャンペーンを実施しております。全員に500円分のゲーム内で使えるクーポンをプレゼント、加えてAmazon ギフト券や、タブレットが抽選でもらえるキャンペーンを水曜日27日まで実施中となっております。ご興味おありの方というかですね、まあクーポン手に入りますので、ぜひぜひご覧くださいというところですが、はこの動画の概要欄もしくはこの動画の最後のサムネイルに、その、キャンペーン動画、載せてありますので、ぜひね、はい、ご覧くださいというところになります。いや、それにしてもね、東京ゲームショーのダークテイルズのブース非常に盛り上がってましたね。はい、もうすごい、ツイッターでもね、X でもそうですしね、ディスコードでもいろいろと投稿がされている感じで、トライモンも行ってきましたが、いやー行ってよかったなというそんな感じでございます。はい、ということで話は戻しまして、今日はですね、もうまさに無課金の方、微課金の方、もう問わずですね、はい、まさにダークテイルズの楽しさってこういうところだよねと、もうまさに編成のやり方、シナジーの出し方によってどんな戦力をも覆せる、その覆す快感、それがもうね、ダークテイルズの醍醐味じゃないかなと思います。もうね、トライモンもいろんなソシャゲやってきましたけども、このダークテイルズは、まあ、ターン制バトルという意味では非常にね、よくできてます。はい、かなり戦略性が深い、バトルシステムだなというふうに思ってまして、まあ、だからね、そこでハマってる皆さんも多いんじゃないかなと思いますが、今日のご紹介する編成はピカイチですよ。もうこれはね、まあ、戦力はお相手の方4700万で、トラモンが約6000万になりましたが、まあ、トラモン負けましたというところはまあ、ありまして、でですね、戦力のその鷹はね、結局その、基礎レベルだとか、その、霊物のあれとかによってだいぶ変わってきますので、そこは置いておいたとしても、編成の考え方、そして、編成の組み方が、もう、天才的です。トラモン的には、過去一だと思ってます。しかもね、これなぜ無課金の方含めてご覧いただきたいかというと、光闇属性使ってないんですよ。まあ、結論、風属性のね、風染めパーティーになりますが、まあ、この方ね、その風属性が非常に好きということで、まあ、その推し属性っていう感じらしいんですよね。まあ、トラえもんはね、プリスが推しキャラなので、まあ、光属性も入ってますが、やっぱりね、この推しをね、どうこう愛情を持ってまさにこの編成もしっかり組み立てていくのか、いやー今回はトラえもん本当完敗でしたね。はい、ここまでうまくできてる編成は本当に見たことがないな。こうまでしてシナジーをうまく考えるかというところは、いやー久々に衝撃でした。なのでね、これはもうぜひ皆さんにご紹介したいというところで、やっとお届けができるなというところかと思います。改めてね、もう戦力のね、そのご自身と比べるところはそこじゃないんですよ。まあそれでも1400万ぐらい戦力が上のトライモン負けてますというところですが、編成の妙です、まさに。はい、もうそれぞれのキャラクターめちゃくちゃ考えてます。ということで早速見てまいりましょう。はい、まずはバトル動画をどうぞ。右側がトラモン戦力約6000万、左側がお相手の方戦力約4700万ということになりますね。おっと、早速エンドマムヒグは先制攻撃、トラモンアリスの方が早いはずなんですが、ここら辺もねポイントなんですよ。はい、でかぐやね、いやかぐやはやだな、かぐやでウェンディもやだな、ロビンもやだな、いやー結構ねバランスいいですよね。ランプの魔人とね、でアタッカー2人にかぐやがいて、エンドウ豆姫使っているのがポイントですね。はい、これポイント。前のねトラえもんのティアランキングでも、ちょろっと言いましたが、エンドウ豆姫は意外とそこが知れません。はい、ということでね、いやにしてもね、
戦力1200万300万差ぐらいありますけど全然倒れない。何これ。いやこれ多分ランプの魔人だな。いやーちょっとこれは大丈夫か。あーしかも魅惑を食らってますからね。これがかぐやの嫌なとこなんですよ。見てみましょうか。ここでエラがね、はい、まずアリスを攻撃しますね。でこのあとどうなるかというと、まあお相手のねランプの魔人がいて、でこうムーランが、あームーランがプリスを、これなんですよ。もうエラとムーランも無力化されてるわけですよ。でもね、後でバトル終わった後にご紹介しますが、それだけじゃない。本当に、うわプリスが、うわー遠藤が目にやられた。これはきついなー。うおーマジか。うおー、いやーちょっと待って、これはちょっと待って、乾杯とかそういうレベルじゃない気がする。ちょっと待って、いやこれね、いや本当ね、いやこの バトルの後にご紹介しますけど、もうね本当によく考えられてるんですよ。見てもう全然歯が立たないでしょ。これお相手の方実質もう戦力もう7000万ぐらいあってもいいんじゃないのかぐらいの強さですけど、うわ負けたっていうことなんですよ。どうですこのバトル。もう一回ねちょっと見ていただいてもいいかなと思うんですけども、あの巻き戻していただいてね。はい、まず総ダメージはお互いほとんど変わりません。まあトライモンが2000万ぐらい多いですが、まあランプの魔人がいい盾になってましたね。はい、で戦力が1300マスあるんですよ。それで総ダメージがここまで変わらずに、戦力差がねこれだけあると総ダメージだけは全然変わるんですが、これがねまさに、まあ、トラえもんの総ダメージがかなり抑えられていると見ていいと思います。はい、これがこの後ガチガチにご紹介しますが、まさに編成の妙なわけなんですよ。いやこれはねほんとちょっと衝撃的に食らいましたね。トラえもんは早速見ていきましょうか。まずはいランプの魔人からいきましょう。硬かったなランプの魔人。はい、上級吸収ね、確かにね、はい、ランプの魔人を毎回追撃しますから、毎回ですからね、上級吸収をつけることによって、そもそも攻撃するたんびに、HP を回復しますと。さらに、ここでね、上級戦闘力ついてるんですよ。そうか、ダメージ上げてから吸収するかというところと、ルーンのスキルを見ていきましょうか。一つ目が、上級性格ですね。これ何かというと、はい、命中プラスは置いといて、回避神速を持つ目標に対するダメージプラス 15%。つまりね、まあ、結構最近神速ブームじゃないですか。トラウマもアリスにもつけてますし、まあ、ドロシーとかもつけてますしね。で、攻撃力が上がると。で、ダメージ反射もあるんですよ。トラえもんのこの火力を受けまくってダメージも反射してくると、いやーこれでこっち今度は上級庇護ついてるでしょ。なのでダメージ自分の火力を上げて吸収をつけながら耐久力をモリモリにしてもらうダメージをかなり抑えるというところで、まあこれがランプの魔人ですよ。しかも人形もね、あの1回復活する人形つけてますから、トラえもんはこのランプの魔人をまず崩せなかった。これがまず範囲で、はい、これもね、これは覚醒スキルね。毎ターン終了時防御プラス 2%、 10回まで累積可能、そりゃ強いわ。で覚醒スキル、通常攻撃と反撃の時目標のクリーツマイナス 6%。 これももう嫌ですよね。もうランプの魔人で一人何役させるんだっていう感じかと思います。でもう一つ、ランプの補助はそれぞれの抵抗プラス 15%。 いやー2ターン継続、風属性の味方に対して抵抗が追加 6%。 これがあったかと、だからアリスも効かなかったのかと。いやーもうランプの魔人でまず全体を爆的にねもう耐久上げてますよ。でかぐやもねつけてます。やっぱり神速に対して強い上級性格で神速がやっつけてますよね。かぐや早いですからね、やっぱ神速が必須ですよね。で今度ここ魔法連撃ね、まあこれはつけますよね、かぐやですからね。でその後ダメージ反射、かぐやにもねダメージ反射ついてたのか。だからかもうやればやるほどやられてる感じでしたからね。トライも全く歯が立たなかった。でここにね上級クリダメがあるんですよ。かぐやはねクリティカルダメージ意外と出るんですよ。ダメージで、ね、魔力もね中級魔力で乗せてますね。はい、であとは覚醒スキル、絆か、こっちか、剛力増幅ね、攻撃力プラス 2%、 10回まで累積可能つけてますし、で覚醒スキルこれがやばいんだよね。魅惑成功の確率が 40% から 60% になる。これで、エラとムーランはやられましたからね、魅惑で。もうほぼ何もできない状態でした。
いやー、かぐやもね、スピード持ってて火力も上げてて、でこの制御もついてるでしょ。いやー、これよく考えられてるな。でもう一つね、魅惑された敵が味方のを攻撃するとき 90% 確率で2回攻撃する。これもね、スローの時は出てませんでしたけど発動してましたね。いやー、もうこれ魔人ランプとかぐやでお腹いっぱいっていう感じですね。とにかくポイントはね、全部のスキルが、上級なわけでもないんですよ。キャラクターによってね、かなり育成のばらつきがあります。それはあえてメリハリをつけてるんだと思います。はい、でウェンディですね。はい、魔法連撃がまずついてますね。ウェンディはね、もう火力はもう全キャラ中ロビンとなってピカイチですかね。でクリだね、やっぱ入れるよな。もう火力、完全に火力用ですね。でここにも上級性がついてる。これがね、やっぱりもうアリスが真っ先にやられる、やっぱりね。で魔力とクリティカル耐性もついてるでしょう。そりゃ強いわ。いや、とにかく性格をみんなにつけてますよね。もう今の環境は制御を制する者が勝つですから、その制御を与える敵を真っ先に倒すためにこの性格がついてるっていうのが、いや、よく考えてます。はい、もうすべからくついてますね。で覚醒ね、これ、はいはいはい、流血感染性化、つまり風属性のキャラクターが付与するデバフどれがついていると、目標への確率プラス 20%、 めちゃくちゃでかいです。でこれ、風属性仲間が1名存在するにつき、ウェンディの魔法ダメージプラス 55% なので 20% ですね、今回の場合で言うと。いやー、風属性染めはシナジーがね、半端ないんですよ。このウェンディの火力ね、また後でちょっと巻き戻して見ていただきたいんですけど、とんでもないんですよ。いや、なのでこの風属性のシナジーに気づいているというところもまたこれポイントかなと思います。で次ロビンですね。はい、ロビン、まず連撃がついてますね。物理攻撃は 40% の確率で連撃発動する。で戦闘力、ここで物理ダメプラス 15% もちゃんとついてますね。でこの後ルーン見ていきましょうか。回避と、またほら上級性格ついてるでしょ。まず回避ね、これ戦闘力、魔力を持つユニットからダメージマイナス 15%、 耐久上げてるんですよ。トラウマつけてますからね、つけてる方多いと思います、アタッカーについては。で上級性格がありますから、またつけてますかと。それアリスはすぐやられて何もできなくなるわっていう感じです。でここでね、上級抹殺もついてるんですよ。クリ攻撃した時に 80% かけて通常攻撃を1回追撃する。ロビンは印をつけるので通常攻撃が増える恩恵が大きいんですよ。なのでね、ロビンはこの追撃系が厚めなんだと思いますね。はい、で覚醒も見ていきましょうか。防御力増幅ね、そらつけるよな。でもほら、覚醒レベルもね、マックスなわけじゃないです。決してキャラクターによって変えてるんです。でこっちね、こっちの覚醒スキル、いやー、これロビンのね、新しい覚醒ですけど、これも強いんだわ。まあね、やっぱり火力キャラの覚醒はね、しっかりやってますよね。いやー、とにかくね、ロビンの耐久が上がるっていう感じです。簡単に言うとね、すっごい簡単に言いますけど時間ないので。はい、でもう一個、奇跡のハンター、目標にこの印が一層存在することに、ロビンが目標対策クリダメプラス 5% だから追撃が生きてくるっていうことになります。で最後出た、エンドウ豆姫はね、はい、まず上級回数 36% の確率で目標の治癒回復効果マイナス 30% 低下させる。いやー、ここら辺でね、エンドウ豆が、後でも言いますけど、こちらの回復をゴリゴリさせなくするんですよ。で一方で自分は上級性器ね、治療、非治療効果プラス 15% ついてますよね。あのね、エンドウ豆姫はマジで強いんです。はいはい、でどんどんいきましょう。上級庇護ね、まあここはついて、あと上級滅痕もついてますね。いやー、上級庇護はまあやっぱりエンドウ豆はついてたかって感じです。でやっぱりここにも性格がついてるのと、魔法連撃もついてますね。エンドウ豆姫は回復と支援に特化した風属性キャラクターです。ナイシーよりもその点は強力だと思います。でもう一つ覚醒スキルね、これなんですよ。これにやられた、まず先制で豆の爆弾、つまり沈黙効果を付与していきますね。はい、これがやられた、もうこれでまず制するかっていう感じです。で豆の感応ね、はい、これによって風属性の味方に豆の感応をつけて、豆の順位を付与すると。要は、割合 HP を後でガガガガガッと削るやつですね。あれで、プリス王子ともみんな倒れました。後でもう一回巻き戻してみてください。エンドウ豆姫が、回復支援だけじゃなくてアタッカーにもなり得てるのはこれです。で覚醒はね、覚醒はレベル5なんですよ。でスキルもないでしょ。ここら辺がメリハリをつけてるっていうところですね、エンドウ豆姫。はい、ということでね、ざーっとご説明しましたけども、
まさに風属性推しなだけあって、風属性のシナジー効果がすごく高いところと、どうすればそのシナジー効果を最大限できるかというところ。で、あとはかぐやなどの、制御キャラが5つ、相手の制御キャラをいかに倒すか。はい。最初に制するかというところの上で、ランプの魔人で、一人何役もして、耐久爆上げですよ、味方の。で、かつ、エンドウ豆姫で、相手をね、弱体化させまくって、で、ウェンディとロビンの、もう、ウェンディは、風属性のシナジーを存分に活かして爆火力。で、ロビンは、印をつけるあの強さ、あれを活かして連撃をたくさんつけて、これまた爆火力で、まあまあ、ことごとくやられましたというのが今回のトライモンになります。はい。正直ね、もうね、まあ、いい意味でショックでしたね。はい。久々に負けましたって感じでした。はい。しかも、戦力差が1200万もあるのに、これがね、もう逆にトラえもんのモチベーション上がりましたね。トラえもんはまあプリス推しですから、光属性をメインってね、闇属性も置いてますけど、いやーちょっとこれだとね、やっぱりいろんな編成試したくなるなって思いました。ほんとね、これは編成の妙です。はい、お相手の方。まず、選ぶキャラクターで、あとは選ぶスキルですよね。この二つがもうとんでもない、もうとんでもない考え尽くされてるなっていう感じです。なので、もうね、ドリーマーの皆さんお伝えしたいのは、これ、風属性だけじゃないんですよ。水属性でも、炎属性でも、そのキャラクターの組み合わせと、そのキャラクターにどの役割を持たせるかを決めて、どのスキルをつけるか、で、全体としてどういう勝ち方をするかというところを考えて、このルーンのスキルだったりね、ベスビアのスキルをうまくこう配合していくと。で、特に重要なキャラクターはしっかり育てて覚醒スキルをつける。で、そこまでではないキャラクターだけど、育てなくても、自分その能力を発揮できるキャラクターは、例えば革新レベルを上げないとかね、そのメリハリもしっかりやっていくというところが、このね、まさに今回のお相手の方、まあ本当もうこれは天才ですね。はい。もうトラえもんとしては完全にやられたなという感じで、もうリスペクト。はい。もう感服いたしました。はい。悔しい。いい意味で悔しいですっていう感じです。はい。でですね、実はこの後、このお相手の方少しやりとりする機会がありまして、やっぱりね、もう風属性が本当に大好きみたいなんですよ。で、この風属性の強さというか、魅力っていうのを、こういろんな人に知ってもらいたいっていう、すごい純粋な思いでね、こういう編成をされているというところで、まあそういったね、推しに対する愛情みたいなところも、いや、素敵だなと、トラえもんは思いましたね。はい。もうね、トラえもんも以前風属性の編成、解説してますけども、今回のお相手の方と何が違ったかは、ソフィーじゃないな、ナイシーじゃなくて、エンドウ豆を使ってらっしゃったところが、さすがだなと思いました。はい。エンドウ豆は強いですよ。はい。ちゃんと編成を組めばですけどね、ティアランキングではトラえもんそこまで高いところにしませんが、風属性でしっかりと編成を、高度に練って使うとエンドウ豆はとんでもない強さになります。その後はね、豆の木を登っていくとね、エンドウ豆の強さよくわかると思います。はい。エンドウ豆で足止め食らう方結構多いと思いますので、はい。そんなところも気づいたんだろうなと思いながら、今回お相手の方、本当にお手合わせありがとうございましたというところと、もう、乾杯でございました。トラえもん精進しますというところで、ちょっとね、またこれから頑張っていこうかなというところになります。はい。で、最後にですね、冒頭に申し上げました、今やっているスペシャルキャンペーン、あちらのサムネイル流れますので、ご興味ある方はぜひそちらご覧いただければと思います。ということで本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。